とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行くね。今日はですね、新しく入手した、このキャラを使っていくよ。テラコ。ステータス見ていくと、こんな感じ。キャラクターアクションは、レーザー攻撃を放つ。まあ、ガーディアンのあのレーザーを撃ちますね。で、通常攻撃や強攻撃中にレーザー攻撃を放つことができる。攻撃の後に追撃を行うことができます。そして、ZR 長押しでレーザー攻撃が強力になる。ためができるんですよ。そして一番最後に覚えるユニークスキル。レーザー攻撃のため段階が増える。まあ、2段階まで貯めると結構いい感じのレーザーを発射させます。はい。では、今日はね、カースガノンたちと戦おうと思うよ。行ってきます。では、行くね。もうカースガノン4体しか出てこないところだから。おー、びっくりした。レーザーが、まあ、溜め出しだと、こういう感じ。ためなしだとこういう感じのやつを出すのね。で、ためるとちょっと強めのやつを打つ。で、2段階ためるといつものレーザーが出る。レーザーこんな感じで、テラコははっきり言ってこれ最強キャラ。めちゃくちゃ強い。攻撃の出も早いし隙も少ないで、範囲も広いときてるのですごくいいよ。で、これもね、なかなか面白い。全部が面白い。何かというと、まず爆弾はね、投げた後にレーザーで爆発するのよね。こんな感じ。投げて、レーザー。で、ビタロックは敵を固めて、レーザーを乱射させる。こんな感じ。すごく強い。これで結構ゲージをね、削ってくれるからすごく使いやすいよ。やってみるね。ああ、もう全然たまらなかった。でも基本的にはビタロックで止めて、ゲージを削っていくっていうのが一番良さそうで、マグネは大体一緒だね。敵のやつを引き抜いて敵に当てるという、そういう感じになってる。はい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 。ほんと使いやすい。テラコ動きもすごくいい。で、おすすめがね、チャージ6ピカンで、この後に、あ、今はちょっとミスったけども、ビタロックで止めてやるといい感じに削ることができる。でね、チャージ5が雑魚戦でめちゃくちゃ使える。チャージ5やばいよ。これあのね、竜巻を作ってそこに結構広いところの敵を集めてくる。あ、当たってないよ。それがね、めちゃくちゃ使える。やばっす。テラコやばい。で、必殺技もかっこいいのよ。必殺技、極太レーザー打つから。あ、極太レーザーはやばいよ。次、炎のカスガノン。いやー、必殺技見せたいな。まあいいか。そのうち見せます。固める。で、こうやって削っていく。ちょっと攻撃力がまだ低めなので、このぐらいしか削れないけど、多分相当削れるようになる。やばいぐらいに。で、これ集める。集めるのが本当にね、雑魚戦で、むちゃくちゃいいから。結構遠くのやつまで吸い込む。もうダイソン張り。いけ。で、吸い込むよ。
で、レーザーも追撃で打ち込む。はい、おー、たまったたまった、必殺技たまった。ちょっとお見せしようか。こういう感じ、極太レーザー、めちゃくちゃかっこいい。次、風のカースガノン。ちょっと待って、こいつファンネル打つから俺もファンネル出そう。ファンネルが出せます。で、これで3方向からレーザー打つ。あー、でもこいつファンネル今回は使ってこないか。よし、行くぞ。俺もファンネルをちょっと常に出しとこう。これがね、うまいことね、追撃に はまれば強いと思うんだけどね。いけ。ちょっとまだね、慣れてないな。でも初見で使ってこれ間違いなく強いっていうのがすぐ分かる。食べる、本当におすすめ。でも入手は難しい。入手はむずい。多分70時間しなくていいか。どんくらいだろうね、30時間ぐらいはプレイしないと出てこないかな。まあ最後の最後に出てくる、まあ幻のキャラクターみたいな感じだね。はい、ラスト雷。こいつ動き早いからね、ちょっと嫌いなんだけども、ここで止めていけば全然いける。削る、いい感じ。よし、集める。あー、よし、いい感じだ。もうほんとね、いいのよ、かわいい。かわいい。うん、なんだ、今日使い出したからかもしんないけど、かわいいのよねこいつ。イエイ。どこいる、消えた。ああ、でもよく勝てるな。こんなちっこいのにさ、カースなのに。やば、離れろ離れろ離れろ。よし、最後はね、必殺技で決めるよ。よし、集める。止め、よし、いけ、ナイス。ビタロックの時、なんだろう、レーザーを打ってもいいけど、自分で避けるっていうのも よかったね。避けて攻撃を入れるっていうのも。おいおいおい、やったのかい、それ一発だ。えぐっ、えぐいえぐい、すげえダメージ出すな。あ、ちょっとファンネル出します。あ、飛んでけ、いくよ。で、いくよ、くらえ。あー、全然ダメだった。次でおしまいだね。届いてない。で、いけ、終わるか。あ、いや、終わらなかった。あ、最後の最後は、まあいいや、レーザー打とうか。やめた。これでいい。よし、ではラストスマッシュ。お、突撃だ、アタック。はい、それではですね、今日は最後のプレイアブルキャラクターテラコを使ってみたけど、すっげえ強いよ、むちゃくちゃ強いし、
かわいい。かわいいのが一番だね。すごくおすすめのキャラクター。でも、まあ、一番最後。もう本当に最後の最後でゲットできるから。まあ、頑張ってね。そこまで、やってみてください。まあ、入手するのが、この辺だったかな。これだ。テラコにもう一度。これをね、クリアしないといけないのよ。テラコの、パーツもう50個入手すると、これをクリアできるんだけども、そのパーツ集めが、本当にしんどい。うん。まあ、かなり時間かかりますけども、やってみてください。では、またね、出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいや！